Welcome to the Palace of Dreams. Leave your mind at the door and prepare to join the revels within. Live from Los Angeles, the 1989 MTV Video Music Awards. Performing Paula Abdul, John Bon Jovi and Richie Sambora, Bobby Brown, Cher, The Cult, The Cure, Def Leppard, Madonna, and for their first time on TV in 8 years, The Rolling Stones, Tone Loc, and a special surprise finale. Scheduled to appear, Christina Applegate, Corbin Burnson, Nana Cherry, Andrew Dice Clay, Alice Cooper, Miles Davis, Jasmine Guy, Michael Hutchins, Richard Lewis, Richard Marx, George Michael, Motley Crue, Donny Osmond, Lou Diamond Phillips, Ione Skye, Robert Townsend, Jody Watley, James Woods, Weird Al Yankovic, and more. And from MTV, Downtown Julie Brown, Miss Julie Brown, Adam Curry, Fab Five Freddy, Ken Over, Colin Quinn, Kevin Seal. こんばんは、萩原健太です。第6回 MTV ビデオ大賞、いきなりマドンナのパフォーマンスから始まりましたけれども、まだまだこんなもんじゃありません。この後もですね、次々と超ビッグなアーティストが出てきてですね、ここでうるさい人もいますけれどもですね、ローリングストーンズが挙句の果てに新曲を披露してしまうというですね、今回はもう今夜はですね、もう寝てる場合じゃないという感じです。さて、今回のですね、この MTV のスペシャルは3部構成にあたってお送りするわけですけども、その、最後まで僕に付き合ってくれるちょっとうるさいやつがここに来ておりますのでご紹介したいと思います。はい、超ビッグコメコメクラブのカール・スモーキー・哲平ちゃんです。どうもこんにちは。ね、いやもう外人ですかね、私は。ここではね、いきなり外人ラーですからね、ここはね、ラーなんだかわかんないと思いますけどね。実はですね、コメコメクラブは MTV のいわゆるインターナショナルアワードね、すごいですね、まあ、外国作品部門っていうのが決まったということですごい、あのムーンなんとかっていうのねもらっちゃったっていう、そうそう、トロフィーをいただいてギラギラしたものね、はい、なんとちょっと古いんですけど日本では、はい、コメコメ王というね、あのビデオね、初めて自分たちで作って、うん、出したものがねこういう賞に取られたのを受けたっていうのは非常に嬉しいですね。なるほどね、はい、というわけでまあラーニですね。ラーニなんだかわかんないですね。LA と書いてラーと読む、はい、ロサンゼルスですけど、ここにから招待されたというですね、はい、我々はなんと今ラーニいるわけですね。ラーニいるわけですよ。ロサンゲルスロサンゲルス、ね、うちのもう妹はですね、はい、今回こう着物出たんですけども、うん、いいわ、私ロサンゼルスって大好きずっと言ってましたよね。なんだかわかんないですけどね、はい、とにかく、MTV ビデオ大賞第1部ではですね、そのローリングストーンズ、それからシェール、ボビー・ブラウン、デフ・レパード、それからジョン・ボンジョビと、リッチー・サンボラのパフォーマンス、この辺もどっとお見せしたいと思います。それから第2部では今アメリカでちょっとした社会現象になっているローリングストーンズを特集します。そして第3部では今回のビデオ大賞の中からよりすぐりの受賞作を、お見せしたいと思います。お見事、絶対にですね、はい、録画しておいた方がいいと思いますよ。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今僕がいるのはロサンゼルスのユニバーサルスタジオの中にあるアンフィシアターの第6回 MTV ビデオミュージックアワードが開催されようとしているわけですけども、見てください、皆さんゾロゾロと現れました。普段は多分ヘビメタが好き、ハードロックが好き、ヒップホップが好きという練習がかなりおめかしして、大きなパーティーを楽しみに来ているという感じです。とてもいい雰囲気ですね。さて、コメコメクラブの連中ですけども、何しろですね、彼は受賞者ですから、我々一般客とは違って、なんとホテルまでリムジンが迎えに来て、そして裏口から、他のビッグスターと一緒に中に入っているようです。MTV ビデオ大賞は9月の6日にロサンゼルスで行われたわけなんですけども、会場の雰囲気、うん、会場の雰囲気すごかったですね、うん、もう派手な姉ちゃんとかね、おっちゃんとかでも、もうあの俳優みたいなおっちゃんが来たりしてね、ね、俺こいつが出た方がよっぽどいいんじゃないかと思うような、結構いっぱいいました、ね、女の子綺麗だった、すごかったですよ、もうルーモデルーモデもうルーモデ感覚のやつがですね、ね、もうウハウハって感じでしたね。みんなそれで盛り上がりが疲れを知らない、いやそう、イエイ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 ね、すごいですよ、ね、でも司会の、ね、アルセニオホール、あ、そうブラックホールじゃないですよアルセニオホール、星の王子様、ニューヨークへ行く星の王子ですね、いい加減のタイトルですけど、うん、ニューヨーク駅に出てたあのエディ・マーフィーと一緒に共演してたね、そうこちらもテレビショーなんか持っててね、すごい人気でね、偉大な脇役です、うん、
すごかったですよ。この人のね、あの司会ぶりなんかも、うん、見どころじゃないかと。あの人結構コメディアンなんですね。コメディアンね、もともとそっちの方から出てきた、ね、そうなんですか。はい、ではまあ、あのこの MTV 大賞ですね、アメリカではあの生放送であの行われたということで、結構ね、いろんなところにミスがあったりするんで ね、あの笑いながら、どの国も一緒だななんてね、思いながら見るのもいいんじゃないかと思います。はい、というわけで第6回 MTV ビデオミュージックアワード、じっくりご覧ください。ボビー・ブラウンのパフォーマンスも素晴らしいですよ。Hey! Welcome to the MTV Video Music Awards! Yes! An international party. We are partying all over the world right now. Everywhere. Yes. Yes, you know what that means? That means there's a guy in Africa right now looking, saying, who the hell is this, Mobutu? Yes! Good to see you all. Wow. Hi. How's it going? We got great stuff for you. We got four new categories this year. We got the Rolling Stones via satellite. Yeah. We got you. We got all of you. And you know what? If you're real nice, Rob Lowe is going to sing later. That's very important. Yes. Yes. Oh boy, one of the members of Milli Vanilli had his hair weave fall out, so he won't be here tonight. But everybody else that we told you would be here, will be here. It's gonna be fun. We're gonna have a good time. Yes. Yes. Oh boy. Should we get this thing started? Are you all ready? I think the best thing I could do is get this thing on the road. Are you all ready? Let the world hear you. Are you ready? Well, let's get busy. Yeah. Everybody knows Kelly Bundy if you watch Married with Children. Yeah. And I like to call this guy the master of shock rock. He has a brand new album out entitled Trash, presenting the first award of the evening, Christina Applegate and Alice Cooper. This is the award for Best Group Video. You know, it's amazing that no solo artist has ever won in this category. Coincidence or conspiracy? What do you think, Alice? Christina, you're such a Bundy. Let's take a look at just who's nominated. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Living Color, Cult of Personality. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Traveling Wilburys, Handle with Care. And the winner is... Living Color. Living Color can't be here tonight. They're in Pittsburgh with the Rolling Stones. But we have them via satellite backstage at Three Rivers Stadium in Pittsburgh. Thanks, everybody. I'm proud of you. I know your mothers are. Good. Oh. Yeah, we'd like to thank the director of the video, Mr. Drew Carolyn, for all his help in making this video, Cult of Personality. We'd also like to thank Ed Stasium and Mick Jagger, producers of our album, Vivid. Nice jacket. Hey, nice jacket. Yeah, yeah, yeah. Nice jacket. Yeah.
everyone at Epic Records, especially Steve Backer and Dan Beck for getting this video off the ground. We really appreciate that. Thanks, guys. And we'd like to thank everyone at MTV and especially all of the listeners for requesting the video and supporting us through all our endeavors. Thanks a lot, guys. All right. Peace. God bless. You know, when I go see the New Edition perform, artistically I realize there's only one thing that they don't have, because they're very talented guys. That one thing they don't have is this next gentleman. The former co-lead singer of the New Edition is nominated this year for Best Male, Best Dance, Best Stage, Best Choreography, performing his hit from Ghostbusters 2 On Our Own. Here is Bobby Brown. We got it.
Darwin. I said, you're in control. Bobby Brown. Oh, boy. Downtown Julie Brown and Corbin Burnson. Now, Downtown Julie Brown is the host of Club MTV, as you know, and Corbin Burnson is the handsome divorce attorney Arnie Becker on LA Law. Here they are together, Corbin and Julie. Give it up. Well, the next award is a brand new one, and one that's very close to my heart because I worked really hard on it. And it's the best dance video. And here we go. Here are the contenders. What do you call this? What do you call that? Can't stop a ride on you like Corporate. Paula Abdul, Straight Up. Bobby Brown, Every Little Step. Michael Jackson, Smooth Criminal. Jody Watley, Real Love. What do you call this? And the winner is... Gosh, I don't want to offend anybody. Oh dear, I can remember giving this lady a award for best choreography, but not only has she danced her way to the top, she's done it with number one singles. It's Paula Abdul. First, I have to thank David Fincher, yes, my director, and everyone at Propaganda Films, Lydia Sarno and Devin, thank you so much for your hard work at Virgin Records, and everyone at Virgin Records, all the dancers in the Straight Up video, Dean Barlow, your tap dancer, my tap teacher, and my family. I love you. I love everyone. Thank you so much. Kambawa, Bobby Brown, Des. Kono Atomo, MTV Japan, all meeting here, right? Woo! Better way.
ここは LA ということでですね、やっぱりヘビーメタすごかったですね、関係の人気がすごい、知らねえようなやつがですね、うわーって受けましてですね、特に地元ってこともあって、ガンズ&ローゼスとかね、ものすごい人気だったり、やっぱり街歩いてる人なんかでも結構多いですね、あれこの辺にこう入れ墨かなんかね、掘っちゃって、でもそういうやつらも、この会場にだけはちょっとこうおしゃれしてきてるみたいな感じでね、すごかったですね、なかなかその辺も面白かったですけども、さてそのこの地元で強い人気を誇るヘビーメタル部門の、ノミネートと受賞者を見てみましょう。 These guys recently performed at the Moscow Music Peace Festival. Their new album is entitled Dr. Feel Good. They're preparing for their first world tour in over 2 years.They're here for you to present a brand new award here at the MTV Music Awards. This is Motley Crue. Woo! Yeah! Well now, this award is for the best heavy metal video.And by the way, Jethro Tull is not nominated. Aerosmith, Ragdoll. Def Leppard, pour some sugar on me.Metallica, one. Hold my breath as I wait for death. Oh, please, God, wake me. Okay, and the winner is? All right, Guns N' Roses. Hey, we want to thank everybody for this. Despite the Grammys, the screw up on the Grammys, we're going to take this for Metallica. All right?
Thank you. Metallica, got a Mia. Hi, I'm Vince Neil. I'm Nikki Sixx, and we're Motley Crue. Stay tuned for the VMAs on MTV Japan. Right on. See ya. 僕らが今いるのはですね、ロサンゼルスのビバリーブルーバードにありますマメゾンソフィテ。ホテルでね、なんかこうあの、ね、まあ、あのこの雰囲気で、まあ、ちょっとこちらなんか見るとちょっとこれ小森のおばちゃんかなって感じもしますけど、ちょおフランスですね、雰囲気としてはね。だからこう LA という雰囲気ではなくて、なんかここは南仏という感じのする雰囲気でね、なかなかあのすごいおしゃれですよ ね, ね、壁とかね、それからこうあの柱の上の方にこう絵が施されてるんですけど、それがすごくこうね、いいんですよ。なかなかね、料理とかもね、アメリカらしからぬ繊細さがあるという、ね、感じなんですけどもね、はい、さて、MTV 大賞に話を戻しますけども、はい、もうあの本当にいろんなね、ライブパフォーマンスがあって、まあ、あのこれからこの後とかシェールとか ね、もうみんなかっこよかったですけれども、シェールもすごかったですね、あの楽しみにしてみますけども、さてですね、その中でやっぱこういう機会にしか見れないというスペシャルなパフォーマンスもありますね、なんとあのジョン・ボンジョビとね、あのあジョン・ボンジョビといえばですね、昔あの日本 の, あのスポーツ新聞に、はいはい、あのボンジョビのリードシンガーのボンワって書いてありましてね、私は米米のことかと思ってしまいましたけど、そんなことはどうでもいいんです、そのジョン・ボンジョビと、リッチー・サンボナのデュエットというね、あの素晴らしいいつまでも受けてるんですよ。というわけですね、このこういう機会でないと見れないスペシャルなパフォーマンスです。どうぞ。幸せ者。One day is as we grew up, got out of high school, one of them actually got a scholarship to go play baseball, and me, I was in the bars playing, writing songs, and we got a phone call one day, it was his girlfriend, she said she was pregnant. Now, he had to hang up those cleats, he had to retire the baseball glove. And all these years later, I guess all he has left is that dream. So like a long distance dedication, the names have been changed to protect the innocent. Is there anyone ever felt like Tommy and Gina? It seems well with
you. God bless. Bye bye. こんばんは、バンジョビです。この後も MTV Video Music Awards 見てね。Yes, MTV has an award called the Vanguard Award. Previous winners have been like Peter Gabriel, Michael Jackson, The Beatles, and this lady. Madonna, you're right. I'm gonna say something. Though I'd rather be getting an award than giving one away, it is my distinct pleasure to present the Video Vanguard Award to an artist who has made outstanding contributions to the world of music video.Like me. Thank you. He has an excellent voice. He's a great songwriter and he makes very classy videos. Like me. Ladies and gentlemen, George Michael. Video is just as important.As the record in terms of getting your message across these days. There's no denying how important the video is. General, the things I'm always the most, the proudest of are the songs. But videos and records are maybe 50% of the whole plan, but really the actual proof of the pudding is just standing in front of people and showing them that it's really you. Something extra that makes a star. This is something that's missing. My music represents just me.And if people like the music and they like the way I present myself, then chances are that they'll like me. If they don't, then they won't. I want to perform with you know, guts.I think there are lots of years ahead and I'm just keeping my fingers crossed and saying thank you again. Okay. George, I want your sex. So be my father figure and I will have faith if we have to live hand to mouth. Ladies and gentlemen, the diva himself,George Michael!
Thank you very much. Firstly, I'd like to know if Madonna would care to do my press for the next couple of years, you know? I'm very honored to receive this award tonight. In terms of video, it gives me a chance to say thank you very much to my co-director, Mr. Andy Morahan, who's not here tonight. I'd like to thank him for respecting my opinions and my eye, and just for being a very nice guy generally. Also, I'd like to thank MTV for their support last year in terms of video. Oh, I'd like to thank Saturday Night Live for giving my rear end the celebrity it deserves. And outside of video, just in terms of having a great year, I'd like to thank CBS. I'd like to thank my managers, Lippman Kahane. But most importantly, I'd like to thank everybody here, okay? Thanks a lot, and I'll see you all soon. Bye. さてこのジョージ・マイケルが選ばれましたヴァンガード部門というのはですね、あのビデオクリップ作りの先駆者というかね、そういうあのいい作品をいっぱい作っている功労者みたいな人に与えられる賞ということで、これまであのまあマドンナとかピーター・ゲイブリエルとかね、マイケル・ジャクソンという人たちが受賞しているということですけどもね、さて、はい、いよいよ出ましたよ、インターナショナルアワードですよ。まあこれをやらなかったですけどね、コメントクラブちょっとね、あのみんな緊張しちゃってね、大変だったと思いますけど本当にこれあの最初にあの、インターナショナルアワードの日本部門をね、はい、受賞したっていう知らせが来た時は、はい、いや、なんかピンとこなかったですよね。で、最初うちのボスがね、うん、お前すごいすごいことになってるぞって話されましてね、うん、で、最初あの別に何ちゅうことはないことなのかなと思ってたんですよ。まあそんなね、だってあんなすごいこんな会場とかに行ってね、受賞できるとは思わなかったから。ね、思いますか、だって普通そう言われば、まあね、なんかありがとうございますで終わっちゃうのかな。そうですかみたいな。おめでとうでね。そしたらなんかロサンゼルス行くみたいな話でしょ。ありゃーみたいな話だったですね。まあ、この頃の場合はね、かなりこうビデオとかにも力を入れてるんで、なかなか嬉しい賞だったんじゃないかと思いますが、じゃあそのコメコメクラブが紹介されるシーンを振り返ってみましょう。恥ずかしい。Writer, actor, director, producer, Robert Townsend. I'm here to introduce the international videos. Music videos are taking off in every country. So tonight, I'd like to announce the winners of all those awards. Ladies and gentlemen, let's look at the clips. Az egész világ. Igazságai. Die ganzen Welt. Buenas noches. Soy Daisy Fuentes de MTV Internacional. And our viewers have made their choice. Mejor video latino, Cheyenne. Con este ritmo se baila así. Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. MTV Japan, Morita Sayo desu. The Japanese Viewers' Choice は米米クラブの米米ワーです。I am Mike Invexu from MTV Europe, and the European Viewers' Choice is Roxette with the Look. Hello, the name is Cokes, Ray Cokes. I'm from MTV Europe, and I'm here with Cheyenne, the winner of the Best Latin Video Award, and the Japanese Award winners, the Kome Kome Club. Congratulations, all of you. Welcome to America. It's a crazy place. You know, this year's VMAs are being watched all over the world, from Europe to Australia, from Bolivia to Japan, and in just a few moments, they'll all be watching Paula Abdul performing live. さて、私が紹介するのもなんですが、受賞者のコメコメクラブの皆さんです。どうも。イエーイ。
いやびっくりしましたよ、周り外人ばっかりですね、本当に外人さんばっかりですよ、本当にみんな岩になっちゃって、岩になっちゃって、もう口を固く閉ざしちゃいましてですね、何か聞かれたら何て答えようと思ったありがとうっていうことだったんだ日本語でね、そうそうそう、もうあの各国 の, あの写真とかね撮影があったけれども、はい、みなこちゃん大人気、大人気ね、ありがとうございます、着物、はい、もうこの着物のおかげですよ、本当にありがとうでもあのコメコメクラブはビジュアルにもかなり力を入れてるグループということで、このショーはかなり嬉しいんじゃないかと、はい、嬉しいですね、次のあのファンク藤山も頑張って作ってみたいなと思いますね、しっかりプロモーションしてますけれども、はい、このインターナショナルアワードというのはコメコメクラブの他にですね、はい、あのいわゆるラテンアメリカのをカバーしている MTV インターナショナルかな、そこからですねシャイアンというね、私はあのマイケル富岡さんかと思いました、そっくりでしたよねちょっとびっくりしてしまいましたけどね、そうそうそう、のとですね、それからあのいわゆる MTV ヨーロッパですね、はい、バラスエーデン の, あのロックセットが受賞したということなんですね、まあ、さてですね、でね、今まあ中でもちょっと触れてましたけど、そうなんですよ、美奈子ちゃん大人気ですごかったですよ、美奈子はね、やっぱり実質着物でさやっぱりあの着物っていいですよ ね, こうやって見てるとこういう時にはね、そう、顔の濃いやつばっかりがね、周りにバーッといてねとんでもね、ラメラメのこんなのばっかりいてね、その中でやっぱり光ってたのは光ってましたよ ね, ね、でも椅子にあのちゃんと座れなくてかなり美奈子ちゃんも苦労して、ね、腰が砕けそうだって言ってましたけど ね, ねあれ美奈子ちゃん自分で着たわけ、いや、あれは自分で着られないでしょうね、やっぱりね、でもあのニューヨークのね、MTV のスタッフとかの間ではもう、はい、そのコメコメウォーという、あのコメウォーっていうあのリフレインがね大ヒットしてたんですよね、2、3人言われましたね、そういうのが、会場の中で歌ってるやつもいたっていうねとんでもないあれでしたけどね、あのコメコメクラブっていう名前もやっぱり面白かったみたいで、あのかなり質問は多かったね、コメコメクラブってどういう、コメって何なのかっていう ね、ライスライスクラブだとかね、まあ、いろんなことをみんなね言って、だからといって向こうも分かったかっていうと分からないと思うんだけどね、それからビデオクリップ、まあ、さっきも話に出たけども、そのコメコメは結構まあビジュアル方面に力を入れてる、ビデオクリップ自体としてはコメコメは何本目ぐらいなのかな、3本目4本目ぐらいですね、で初めて全部自分たちでやったんですよね、とんでもないものがありますけどね、中には本当になんか直したいなと思うようなのもありますけど、刑事物をねパロッとやったのもね、それからあとあの余ってるテープ全部くっつけちゃったみたいなのもありますけどねでもその中では初めて自分たちでやったものがこうやって受賞したっていうのはね、なかなか嬉しい、ね、これもう本当に嬉しいですよ、というわけでね、あの、まあ、10月からこの MTV 真相回転するわけですけども、そっちの方ではですね、この、 あの日本の優れたビデオっていうのもどんどん紹介していこうというふうに ね、思ってますんで、そちらもぜひお楽しみ、はい、さてそれでは MTV 大賞、今度はですね外国部門を受賞しましたコメコメクラブ、ね、あーね、改めて見てみようと思いますちょっと紹介をそれでは聞いてください、コメコメウォー To present the Viewer's Choice Award, here are this year's winners of the Nobel Prize for Game Show Technology, the host and co-host of Remote Control, Ken Ober and Colin QuinnThank you very much. Thank you, Arsenio. You know, folks, people feel powerless. Corrupt governments rule the world. There's apartheid, hunger, homelessness, senseless violence in our streets. Seems we only have but one say in our world. But maybe that one say that we have is the only say that really matters. Which is the best video of the year? Yeah, or the Viewer's Choice Award, as it is more commonly known to us folks back home. So let's take a look, one last look, at the nominees for this year, shall we?Fine young cannibals. She drives me crazy. Michael Jackson, leave me alone. Madonna, like a prayer. Steve Winwood, roll with it.Young, this note's for you. This note's for you. And the winner is, you have the envelope, Madonna. Thank you.
just means you like me, you really like me. Seriously, I mean, I'd like to thank the obvious people. You know, my family who just thought I had a big mouth, basically. And my manager, Freddie, and my record company, Warner Brothers, and O Pictures, Mary Lambert, who directed the video. Blah, blah, blah. And I'd like to thank Pepsi for causing so much controversy. Thank you very much.さて、この視聴者が選ぶというですね、ビューアーズチョイス。違いますね、ラーにいるんですから、はい、ラーにいるんですから、もっとビューアーズチョイス、こういうふうに言ってもらわないとね、やっぱり困りますけどね。なんだかよくわかりませんけど、はいはい、そのチョイスはですね、結局マドンナのライカープレイヤーというのをね、決定したわけです。これはずっとね、なんかあの電話で投票を続けていて、このビデオミュージックアワードがあった、うん、その当日まで電話を受け付けてたっていうね。こういう企画ってやっぱりアメリカっぽいですよね。なかなかね、日本だとなかなかね、企画もんになっちゃいますけどね、あと前にやっといて、うん、そこにこう付け加えるみたいなになっちゃいますけど ね, ね。だから、まあ、あの見てる人もこれが最後まで誰が撮るかわからなかったっていう、うん、マドンナの人気もすごかったよね。文字通りもう本当にね、うん、あのその一番なんかホットな一番こう流行の先端というか、うん、もう即分かってしまうっていう感じですよね、うん、彼女の仕草とかね、あのタバコの吸うやり方とか、うん、あとファッションとか、うん、多分あれいろいろ今後女の子の間で流行ってる、ね、流行るんでしょうね、コルセット来ちゃってね、かっこよかったと思いますけれども、さて他にもですね、 MTV ビデオ大賞にはその、うん、いわゆるスタッフ、そのアーティストではなくてスタッフに与えられる賞っていうのがいろいろあるんですけども、その辺をですね、今夜はその第3部の方でですね、いろいろ優秀なものをご紹介したいと思います、うん、さてですね、その他の部門ですけれども、ベストフィルム部門という、いわゆるその映画に使われた、あの星の王子様とかそういう感じですね。あ、で、まあ、その映画の中で出てきた曲で、例えば映画のシーンなんかがクリップに入ってるみたいなね、うん、映画のシーンといえばゴーストバスターズ2に、あ、そう、ボビー・ブラウンが出てる、ボビー・ブラウンが出てるんですよね。ぜひこれからね、見る人はね、楽しみにしてほしいと思いますけども、まあ、そういうことは置いといてですね、はい、ベストフィルム部門で受賞したのは U2、 魂の叫びという映画がありますけど、はい、あの中からですね、B.B. キングと共演している When Love Comes to Town、 それが受賞しました、うん、それから、ベストラップ部門、これはですね、DJ ジャジージェフ&ザ・フレッシュ、前回は言えないなって感じですよね、舌が回らないという感じの、ね、グループが受賞しました、はい、それから、ベストステージ、これはいわゆるステージのライブパフォーマンスがビデオクリップの中に取り入れられている、はいはいはい、それを受賞したのはなんとザ・リビング・カラーですね、そして、ダンス部門、それから振り付け、いわゆるコレオグラフィーファー部門かな、はい、これのベストに選ばれたのは、人気アブドゥール、そうそうそう、人気絶頂のポーラ・アブドゥールですね、その、ポーラ・アブドゥールが泣いてましたね、でもあの子、あ、そうそう、かわいかったね、外人でも泣くのかなと思いました。なんだそれ、彼女の素敵なライブパフォーマンスもあります、ご覧ください。
chance, baby. My name is DJ Jazzy Jeff, Fresh Prince, Descono Atomo, MTV Video Music Award. Mintine. Cause I can love it too, cause deep inside, words all I quiver say, ooh, so I didn't really mean to hurt you, I didn't want to see you, oh, I know I made you cry, but oh, if I could turn back time, if I could find a way,
took a knife and drove it deep in my heart. When you walked out that door, I saw that I didn't care. But I lost everything, darling, yeah. おばさんでしたけどね。はい。本当にね。もうあれ紐くっつけるだけですよね。ねえ。ほとんど裸。あ、もうビデオクリップと同じでしょうね。お尻の入れ墨までくっきしですよ。あれ本当ですかね、あの入れ墨は。ねえ、なんだかわからないけど。怪人さん嘘つかないでしょ。確かシェールはですね、あのなんかソニーとシェールっていう感じでデビューしたのが1965年だったと思うんだけど。じゃあ、ということは、あれこれ40歳ぐらいなんですか？下手すると45、6、7。もう躍動しすぎてますね。なんだかよくわかんない、ね、もうお役の前に来ましたでしょうか。見事なものであります。すごかったですよ。さて、この後ですけれども、いよいよ男性部門のベスト、はい、それから女性部門のベストが選ばれるわけなんですけどもね、はい、この辺はなかなかね興味深いものだったね。もうドキドキしましたね。ちなみに男性部門のノミネート、まずいきますとですね、はい、男性がボビー・ブラウン、エルビス・コステロ、ルー・リード、そしてスティーブ・ウィンウッド。これ渋いとこがね、結構好きですよ全部、ね、僕はいいよね。で、僕はね個人的にはスティーブ・ウィンウッドかコステロ、うん、俺もそう思った、ね、ただ僕はルー・リードが結構好きですね。ペペちゃん会場でねすごい拍手してたもんね、はい、それから女性部門の、ノミネートですけども、ポーラ・アブドゥル、トレーシー・チャップマン、マドンナ、タニタ・ピカラン、そしてジョディ・ワトリーという感じだったんですけどね、うんうんうん、これもなかなか渋いところがね中に、ね、入ってたりして、うんうん、トレーシー・チャップマンなんかはね、なかなか渋いノミネートだな。クリスチャンは必ずポーラ・アブドゥルの名前が入ってるという、ね、やっぱり大人気すごいですよね、やっぱ ね、さて、それではベストメールとベストフィメールの発表です。はい。Richard Marx is the only male to ever have four top singles on his debut album. Give it up for him. He's going to do his thing with America's favorite female vocalist. She's been linked with everybody from Prince to Frank Sinatra Jr. How about it for Julie Brown and Richard Marx? Or is it Sheena Easton?Is it Julie or Sheena? Hi. Is it Julie or Sheena? Hi, I'm Julie Brown. My good friend Sheena Easton couldn't be here, so she asked me to fill in. Hi. Hi. Could I model my dress? Thank you.
this is a Madonna record. I wrote my name in. Okay, and now we'd like to present the award for best acting in a male video. No, it's not best acting. It's just best female videos. No acting involved. Well, maybe not in your videos, Richard, but you can't tell me that Samantha Fox is not a classically trained actress. I mean, obviously, you just do videos to make out with the models. But some people are bothering to act. Like these nominees. Bobby Brown, Every Little Step. That's what they call me. Elvis Costello, Veronica. Lou Reed, Dirty Boulevard. They're going down on the Dirty Boulevard. Going out. Steve Winwood, Roll With It. And the winner is Elvis Costello for Veronica. Elvis is on tour, and he can't be here, but we accept the award on his behalf. Yeah! Yeah! Wait. We're not done. We have the female video to do. Oh, yeah. The women. I wasn't nominated, so I forgot. Well, you mind if we take a look at the nominees anyway? Chapman, Fast Car. We had a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Paula Abdul, Straight Up. Madonna, Express Yourself. Make him express how it feels. And maybe then you know your love is real. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. From my hands, you know you'll never be. Jody Watley, Real Love. So if you wanna be with me, you gotta give it up. Real love. And the winner is Paula Abdul. Nominated in such wonderful company as the rest of the nominees. I have some people I have left to thank, and I really have to thank them because they're very special to me. It's my managers, Larry Faison, Larry Tolan, Jamie and Jamie, everyone at Platinum Management, my musical director, Randy Peterson, my band and my dancers who I love so very much, who are just great. Jerry Evans, thank you for being the third eye. I appreciate it. Elliot Secular, my publicist. Marty Hahn, my tour manager, Peter Arada, everyone at MTV, and Arsenio, hey, you. I want to thank you for letting me make a cameo appearance in your Straight Up video. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, God. I love everybody. Thank you so much.
エルビス・コステロっていう人もね、かなり昔からビデオには力入れてて、うん、それやっぱりパフォーマンスとしても面白いしね、あの人は、ね、今回のやつも、うん、そのヴェロニカっていうね、あのビデオクリップもあんまりこう、要するにいわゆる口パクとかそんなにやらない、うん、ところどころちょっと合わせたりしながらね、うん、で映像的にもかなりそのフラッシュバックいっぱい使ったりなんかして、やっぱイギリス人だよね、あの人、うん、なんかね、上手にやってるね、うん、そして、ポーラヘイヘイポールじゃないけどね、本当にあの人は本当毎回泣いてましたね。ねえ、うん、まあでもすごい表情が可愛い、まあ、確かに憎めない感じがするね。そうだね、うんうん、まあポーラというのはね、もうみんな知ってると思いますけどもね、うん、あのジャクソンなんかのその振り付けをやって、うん、それで自らもあのアーティストとしてデビューして、ここんとこもう連続ナンバーワン立て続けでしょ、やっぱね、才能のあるやつは必ず出てくるということですね、やっぱり。うん、なるほどね、うん、というわけで、ベストメール、そしてベストフィメールの発表でした、うん、さて、CM の後はいよいよローリングストーンズが登場、お楽しみ。こんばんは、シェルです。この後も MTV ビデオミュージックアワーズ見てね。さて、ストーンズですけれども、まあ残念ながらね、これはローリングストーンズ、困ったやつですけど、ね、変なやつを連れてきてしまったと、はい、今後悔しておりますけども、ね、その場でね、ちょっと生でのパフォーマンスじゃなかったんで、そう、衛星中継で、ね、ライブだったんで、これも、ね、まあ、正真正銘のライブですね。でもすごかったね、人の、ね、あの観客席の方の盛り上がりは、ね、生でやってなくて、大きなプロジェクターに映ってるだけなんだけど、だけだけど盛り上がっちゃってね、大狂乱すごかったですけどね。ローリングストーンズがこういう形でテレビに出るのがなんと8年ぶりのことだっていうことでね、ちょっとミッジャガイ、違う、この人ほっといてくれる。それではね、ローリングストーンズ新曲ミックスとエモーションをライブ、これでお送りします。5分30秒ありますよ。 We're gonna do a new song for you. This one's called Mixed Emotions. Light up the place.
ミック・ジャガー、まだやん、まだやん、もういい、もういい。キース・リチャード見てた、ちゃんとローリング、え、見てた、ビデオ見てましたよ、ちゃんと。キース・ギアドかっこよかったね、かっこよかった。みんなちょっとあの最近っぽいあのギターとか持ってるんだけど、キースだけあのテレキャスター古いそのまま持って、もうほんと生きるシラカンスって感じなんだかよくない、ドラムのチャーリー・ワッツ、マッツいきなり巻いちゃいますね、死んじゃうんじゃないかと思う。フィル叩くとなんだかもうどっか行っちゃいますね、リズムが。ちょっとやっぱりあのミック・ジャガーがやっぱりちょっと腰が重いかなって気がしないでもなかったんですけど、でもやっぱりね、本当にね、素晴らしいステージでした。彼の場合はもう、何かな、もういる存在だけでもすごいっていう ね、確かにね、存在感はすごいものがありましたね。価値ですからね、骨董品みたいなところが、泣きにしもあらんですけどね。まずいね、ローリングストーンズはですね、この後第2部の方でもたっぷり歴史を組んでビデオをあの、まあ、ご覧に入れます。結構あの途中でね、曲を切っちゃったりとか、そういう野暮なことは一切しませんので、ぜひ、お楽しみ。はい、さて、MTV ビデオ大賞いよいよ大詰めであります。最後はビデオオブジイヤーの発表なんですけども、ちょっとここまでのですね、あのここまでの第6回まで あの歩みというのをビデオオブジイヤーにちょっと辿ってみたいなと、ね、私ここに資料を持ってまいりましたので、はい、1回目はですね、カーズの You Might Think、これよかったね、すごかったね。から第2回目がドン・ヘンリーの The Boys of Summer、そして第3回がダイアストレイスの Money for Nothing、で第4回がピーター・ゲイブリエルのスレッジ・ハンマー、これ好きです、うん、そして去年第5回がインネクセスの20ツナイト、ね、もうどれも名作ばかりで、そうですね、やっぱりあの絵的にも素晴らしいものだし、やっぱり作品的にすごいものですね、つまり曲のプロモーションのためのクリップっていうよりは、もうそのビデオ自体として一つの作品が出来上がってるみたいなね、そうやっぱりね、まあ、さすがはビデオオブジイヤーという感じです、うん、さて今年はそんな、ね、どういうビデオがそれを撮るのかという感じですが、今年のノミネート発表したいと思います、はい、第6回のビデオオブジイヤーにノミネートされているのは、うん、ファイアンカニバルズの She Drives Me Crazy、うん、それからマイケル・ジャクソン常連さんですね、うん、Leave Me Alone、 それから、またまた出ましたマドンナの Like a Prayer、うん、それからちょっと渋めですがスティーブ・ウィンウッドの Roll With It、 そしてニール・ヤングの This Notes For You、 ニール・ヤング出ました、おこれ意外ですね、うん、でもね僕はね個人的にはね、スティービー・ウィンウッド、あのモノクロのねすんごいかっこいい映像でね、これがぜひ撮ってほしいななんて思ってたんですけども ね、はい、さてそれではですね、1989年第6回 MTV ビデオ大賞のビデオオブジイヤーの発表です。はい、 Last year In Excess took home 5 Little Moon Men. How about it for the lead singer of that group, Michael HutchinsHiya! How you doing, alright? Here are the nominations for the best video of the year. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.Michael Jackson, Leave Me Alone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone, stop it. Madonna, Like a Prayer. Steve Winwood, Roll With It. Neil Young, This Note's For You.And the winner is, are you ready out there? For the best video of the year, yeah, Neil Young, This Note's For You.Hey, Neil's not here. Funny that. He's at Palladium in New York and he's on the video somewhere. He says thank you.
Okay. There's nothing like a live show, huh? Yes. ちょっとこう意外な喜びというかね。ねえ。このような地味なものが撮るとは思いませんでしたね。ねえ、フランケンシュタインが撮るとは思わなかった。でも確かにあの映像的にはすごい綺麗だしね、あのかっこいい、うん。確かにそうですけどね、いいんですかね。何それ、いやいやいやニール・ヤングファンが怒るよ、そんなこと言ったら。そうですかね、僕はちょっとなんか意外だったな。何に撮ってほしかった。そうですね、マドンナかな。うん、やっぱね、金あるぞですよね、やっぱし。やっぱりね、でもこの辺がなかなかやっぱり MTV の、でもまあ、あの、うん、あのニール・ヤング、うん、なんとなく選ばれた理由っていうのもロサンゼルスっていう、うん、あの場所もあるんじゃないですかね。そうかな、うん、ね、なんとなくそんな気もする、うん。というわけでですね、2時間にわたって MTV 大賞の模様をお送りしたわけでありますけども、うんうん、どうだった全体的にはね。そうですね、やっぱりテレビに出てるね、うん、人気コメディアンとかね、うん、そういうのがこうちゃんとあの司会をしてたりとかね、うん、そういうのプレゼンテーターとしてね、うん、出てきたりとかね、面白かったですね。なのでこういうのを見るとあのアメリカで今どういう文化が受けてるのかなっていうのがね、すごくなんか手に取るように分かる感じでね、うん、若者文化がよく分かったんじゃないかと思います、はい。さて、MTV 大賞まだ終わったわけではありません。この後第2部ではローリングストーンズスペシャル、そして第3部ではですね、第1部で紹介しきれなかったトーンロックとかですね、はい、カルトとか、その辺のパフォーマンスと、さらにですね、監督賞、新人賞、それから、まあ、そういったあのいろんな賞をね、これからご紹介します、はい。これはね、かなり中身が濃いものになりますからね、まだまだ寝るわけにはいかないということでね、はいはい、それでは、とりあえずビデオオブジイヤーを受賞しましたニール・ヤング、はい、This Notes for You を見ながら、ここはひとまず。Her brows. Do you know how much that costs?
no, there's no for you.